それでは、でもやっぱり考えたこの緊張感は何とも言えずいいもんですが、NSP で Why Me。息を止めても気配だけでわかる僕は今振り返り君に口づけたい。やめよう言葉は空気に飛び散る服を脱ぎ捨ててもう一度誘うの君の傷口を広げてしまうよ Why me? なぜ僕なの歌でしょ、うん、だからあ手叩いたらまたもしかして何か最後に言うのかもしれないとか
どうぞまたこっち来ません、ということで NSP の Why Me でした。わー緊張した今。へのきちゃんも今拍手、うん、私のが一歩早かったんだけど。そうですね、あの途中で終わったらまたジャンジャンって口からなんかそんなから失礼ですからね。クラシックのコンサートなんてありますけどね。だって最初のイントロの部分がすごく違ったでしょ。まずは平賀さんからいきたいと思います。名前平賀和人。そうです、はい、職業 NSP、うん、当たってます。はい、別にクイズじゃないの。顔見るんで、はい、答えなきゃいけない。僕は何も君に求めたりしなかった、はい、今あなたが好きな人に求めることは。長生きしてほしい、長生きしてほしい、長生きしてほしいと、あの、うん、3つ書いたんだけど。事例書ですね。そうですね、だんだんこう字が大きくなってるので、ね、これはこう大きく叫ぶように言った方がよかったのかな。いや今ぐらいでいいですか、はい、このあなたが好きな人ってこれがね一体誰かと。僕の場合は大体対象が奥様ですね。あ、奥様。やっぱりあの好きな人とはずっと長くいたいですね、うん、そういう気持ちだけです。はい、それには長生きしてほしい。そうですね、うん、僕より最初に死んでほしくないと、うん、そういうところです。はい、素晴らしい。次行きたいと思います。名前中村貴之。はい、はい、職業歌手兼作家、はい、僕は何も君に求めたりしなかった。今あなたが好きな人に求めてることは。母のように大きく深い愛、そば、うん、柄枕のように心地よい安らぎ、うん、まずこの好きな人というのは誰かというとこから。僕も一応奥さんのつもりで書いたんですけど、あの結婚なんで奥さんじゃなくて、うん、僕ん家ももう丸9年は過ぎましたね。みんな早いね。なんで人の顔見るんですか。平岡さんの声一緒に見て。平岡が10年じゃあもう9年ぐらい、8、9年。いやもう9年過ぎました。だから今年の秋行くと10年になります。みんな早く結婚したのね。はめられたんですね。なんだこれは、うん、あ、そうで奥さん、一応これは奥さんということで、それで奥さんに母のように深く大きい愛と。ええ、うん、あの僕ね、うん、割とその昔からね、うん、付き合う相手というか、うん、そういう人がね割と激しい人なんです、うん、だから愛情とかも激しかったりとか、うん、僕も割とそういう人なんで、うん、途中までいいんですけどね、うん、それが過ぎるとちょっと疲れるかなっていうニュアンスがありますね、うん、激しいってどういう感じなんですか。あの例えばですね、うん、感情の起伏が激しいんでしょ、うん、そうですね、うん、あのいつでも好きだって言ってほしいとか、好きよって大体そういうもんだけど、うん、好きだよって言ってやれるうちはいいんですけどね、うん、そうじゃなくなってくるとね、うん、恥ずかしくて照れくさくて言えないっていうぐらいになってくるとね、うん、ちょっとそういうこう浮ついたところはちょっと落ち着いてほしいなという、うん、そういう意味です、うん、でも奥さんも激しい人なんでしょ。そうですね、うん、あのいつでも愛情を確かめていたい人というか、うんうん、そういう人なんでね、うん、もうちょっと落ち着いてほしいなというニュアンスですね。うるさいと信じてろと、ね、そうです、黙って見ててくれ、もういちいち聞くだろ。今度黙ってたら言ってほしいっていうんでしょ。そういう時期も来るかもしれないですけど、ね、うん、今は僕は割と、うん、黙ってていいと。黙っててほしいなと。でもそしたらそうじゃない時期が来た時はどうやって私は判断すればいいの。なんか向きになってますね。私ですか、うん、うん、妻はそういうのがね、うん、あの肌で感じてくれるような夫婦になりたいですね、うん、ああね、そば、ね、柄枕のように、そうです、はい、心地よい安らぎを、うん、はい、はい、次は天野さん職業 NSP 作詞家です。僕は何も君に求めたりしなかった。今あなたが好きな人に求めていることは。ごく自然な気持ち。でこの場合、天野さんの場合、この好きな人というのはどういうふうに考えたら。あの全世界の人類というか、うん、でごく自然いやでも本当それ分かる気する。なんかね、うん、あんまり無理してほしくないなっていうかね、うん、あの女でも男でもね、そうです、うん、子供でも大人でも割と普通にね、うん、いてほしいなっていう気がしますね。すごい、それが一番難しいんですけどね。難しいと思うんですけど ねごく自然な気持ち。天野さん努力します、うん、そうなんですよ、うん、それで終わりかなでも私ね今日ね最初は本当に戸惑ったわけ。例えばあの NSP のみんなはあっち行ってこうやってライブ演奏して歌わなきゃいけないし、はい、でまたこっちのテーブルのところに来てもらってこうやって Q&A で喋ったりと。そうするとね、そちらは仮にもあの雰囲気おしゃべりの時に別に黙ってても、そして雰囲気を盛り上げなくてもあの役割音楽の方をやってるわけでしょ、うん、こっちはただ喋ってるだけだから自分の役割をね十分にしなきゃいけないというこういう葛藤だけどね、あの天野くんがこういうシーンとしたりこういうちょっとこう考え込んだりってこういう雰囲気僕好きですってさっき言ってくれたでしょ、うん、
あれで、あ、そうなんだと。うん、なんかあの僕もね割とこう盛り上げて失敗するタイプなん で、うん、で最近は割と盛り上げようと無理に盛り上げようとしないんですね、うんうん、盛り上がるときは勝手に盛り上がると、うん、盛り上がらないときは盛り上がらないと、うん、それでいいんじゃないですかね。そうなのよね。そこのところの思い違いがね、例えばこうやってラジオで聞いてくださってる皆さんもいらっしゃるから面白い話をたくさんしなきゃいけないというふうに勝手に自分がね葛藤したり、ええ、それはものすごく思い上がりであって、ええ、今こうやって浸透したのもまたこれも一つ真実なんですよね、なんか自分ですごく言い訳をさせて曲の方へ行ってみたいと思うんですよ。そうですか。なんて聞いちゃうんですけどね。いや、だけど要するに人生にはいろんなことがあるわけだから、まあそうです、楽しいばかりが、ごく自然な気持ち、ごく自然な気持ちというのを大事にしたいというね、と言いつつ結構私汗かいたわよ、はい。